はい、こんにちは。NFP 藤井です。今回は Facebook 広告の、検証をしていきたいなと。今ですね、さっきですね、Facebook 広告を出そうかなという感じにしていまして、ここを見てもらったら承認済みになってますね。今、承認がされましたんで、今日からね、3日間、3600円の広告を出してみました。Facebook ページのいいねではなくて、こういうね、Facebook 広告、Facebook ページを私運営していまして、自宅で子育てしながらスマホのみで1時間3000円のお仕事を先着25名に紹介しています。残り21名。ご興味ある人はこちらへっていうことで、これを押すと、僕が運営しているサイトに飛ぶんですけどね、こういう投稿をしました。で、この投稿をちょっと一旦キャンセルしていくと、この投稿を私は今、広告費をかけて、リーチしている状態なんですけど、どういう人にリーチしているのかっていうと、ここ見てもらったら分かります。25歳から40歳の人で、女性で、趣味関心に関しては母親、子育て、他6件であるんで、赤ちゃんとか親とか、保育とか分娩、妊娠、または母乳、栄養と、子供がいるところが僕のターゲットになっているので、ここに関してやっています。で、予算としては3600円をかけて、終了予定日が1月10日の11時46分になっています。で、今がどうかっていうと、ここ見てもらった1月8日の木曜日ですから、で、ちょうど12時38分なんで、30分前までは7日でしたということなんで、よいしょ、1月10日ですね。だから3日間の広告を出しているよっていう感じになっています。これを3日間ちょっと検証していければなと思いますんで、皆さん楽しみにしておいてください。ちなみに、今ちょうど1時間経たないぐらいなんですけど、いいねの状況がどうかと言いますと、1、2、3、4。4件ぐらいかな、今のところは。あ、4件じゃないか。これか。いいねと言っている人。違うな。これは普通にいいねと言ってる人だけですね。はい。よくわかんないけど、今勉強中なんで、勘弁してもらえたらと思いますけど、これのいいね数がどれだけ増えるのか、っていうところを検証していければなと思っています。はい。で、今現在のいいねが661件なんで、明日、明後日、しあさってと、どうなっていくかっていうのを楽しみにしておいてください。以上です。動画見ていただいてありがとうございました。失礼します。